こんにちは、ライズマユウです。ということで今回は中学生に陸上を教えてみた、イエーイ。はい、ということでですね、今回は中学生に陸上を教えてみたということで、先週の土曜日、何日前や、5日前ぐらいに大阪の中学生対象に行われた陸上教室に参加させていただきました。250名ほど集まったみたいで、その中の40名ほどを僕が、幅跳び担当して教えさせていただきました。はい、まあその模様を今回はお届けしたいと思います。それでは VTR どうぞ。新爆地の遠藤です。ありがとうございます。お願いします。はい、ということで今回なんですけれども、走り幅跳びを指導していただきます、新日本重設グループ所属の谷口優さんです。はい、どうもこんにちは、ライズマン優です。チャンネル登録よろしくお願いします。7m91 の記録をお持ちです。でまず助走からやるんですけど、助走で大切なこと、まあ大きく3つ伝えたいと思います。ただ速いんじゃなくてリズムのある速さで、リズムって言っても、まあ、リズムがこうあると思うんですけど、助走にずっとこれやったらいいかってやるとそんなことなくて、リズムもテンポアップしないといけなくて、だから3つ目大事なのがリズミカルにっていうことなんですけど、最初まあこういうテンポで入ってきて、ダーン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 、最後こう上がってきます。幅跳びの助走って音で聞くと、足音とか強い選手とかの足音を聞くと、こうリズム感があって、かつリズミカルに最後上がってくることになる。この3つが大切なんで、そこをイメージして助走に入りたいと思います。で、リズムアップをするための、まあ、練習っていうのを今日ちょっとやるんですけど、まあ、一回ちょっとその場でもも上げをします。ちょっと広がって。で、次もっと上げます。音でいくとそんな感じ、助走の中でリズムでこう最初こういう感じで入ってきて、途中でちょっとずつ上げていきます。で最後もっと上がりますみたいな、こんな感じで足追いつかへんけど、イメージ的にはこんな感じで最後上げていきます。でも最初の間があったリズム分かるかな、パン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 、一歩一歩に間があったの分かるかな。助走の中で幅跳びはあの間が大切です。100m みたいに 100m とかで足をめっちゃ回すと思うんですよ、ガーって。一歩一歩の間がないんですけど、助走って間があるんですね、幅跳びの助走って。その間が大切で、間を作って最初助走していきます。でその間は変えずに、ストライドを変えずにピッチを変えるみたいなイメージなんですけど、速さってピッチかけるストライドっていうことになるんですけど、ストライドって分かるかな、足幅、歩幅、一歩の歩幅がストライド、分かる。このストライドをかけるこの入れ替えの速さで速さが出ます。でその速さを上げるのに、あのみんなピッチを速くして、速くなったら速くなったみたいに思うんやけど、ピッチ上げてもストライドが縮まったら結局一緒なんです、速さにしたら。だからストライドを変えずに、ピッチを変えるっていう、切り返しを速くしていくっていうのが大切で、あの間、最初の間を大切にして、あの間のリズムで切り返しを速くしていきます。だからちっちゃくなったんだ、だからちっちゃくならずに最初のあの大きい間でピッチを上げれるように、もう一回もも上げします。 OK、 いくです。ちょっと上げます。あの感じで、今の感じで助走してきます。で大体どこから上げるかっていうことなんですけど、女子やったら 10m か 11m ぐらいからさっきの感じのイメージでは上がってきます。で男子は 13m ぐらいから最後上げてくるようなイメージで上げてくるんで、試合とかで足合わへん時あると思うんやけど、
踏切板に合わしに行かずに、その辺の付近の自分のポジションで踏み切ってください。 OK、 真下で自分のポジションで踏み切ってください。別に着地高してんでいいんで、ポーンって行くだけでいいんで。今から助走の練習するんで、であそこにマーク置いてるんですけど、あの辺からだいたいピッチをさっきの最後みたいに上げていきます。最初ゆったりでもいいんで、最初自分のリズムでもいいんで入ってきて、あそこから上げていきます。ストレート変えたらあかんねん。ストレートさっき言った通り間のある感じで上げていきます。で、あの辺の付近で踏み切ってください。ほんあの走り抜けてもいいんで、上げて上げて上げて、そう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 、だいたいこの辺で上げてきて、そう。で次じゃあ踏み切り練習したいと思います。ちょっと砂場の近くに集まってください。ブレーキをかけないっていうことが大切で、まず形としてはかかとから入ってつま先で抜けるっていう、転がすように転がすように入ります。あんまり叩かずに、どっちかというと音の鳴らないように、音を鳴らさないようにして、こうバンバン踏み切ります。かかとから入ってつま先で抜ける、そんな感じで、家でできる練習は筋トレ、なんかお尻を鍛えることをした方がいいと思います。走るのもそうやし、跳躍にもそうなんやけど、お尻ってめっちゃ使います、陸上で。あ、どう？中学の自己ベストは中3が 6m17 です。でも多分 6m17 やったら他にも男の子結構超えてる子とかいると思う。食事、僕が意識してるのはバランスです、ね、バランスを結構重要にしてます、まあ、正直体を作るいい時期っていうか大切な時期なんで、中学生はバランスよくもうしっかり3食は食べた方がいいと思う。そしたら、まあ、成長期が大きくなるし、大きくなったらその分記録も伸びたりするんで、中学生の間はだからほんまに大切なんで、しっかり食事もまあ練習の一つだと思う。やると意外と伸びますし、怪我もできます。朝とかしっかり食べたり、中学の時は中3が 100m が11秒89です。はい、ということで今回の動画は以上になります。参加させていただきほんまにありがとうございました。貴重な体験ができました。で、まあ、今回 の、 あの練習会で行った、まあ、僕のいつもやってるアップストレッチを、まあ、概要欄の方に載せているので、よかったら参考にして引き続きやってみてください。はい、陸上教室のお仕事お待ちしております。どこにでもライズマン U 行きたいと思います。最後にですね、よかったらグッドボタンとコメントチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイ。